当に天人常住なんだよ。そんなのね、だからね、頭の、ほんと頭の新人だったんだなっていうのも今回ちょっと、こうちょっと 死の淵から生還してみてね、うん、このね、全身麻酔を受けて、で、呼吸も止めるくらいの深い麻酔になったんだって。で、まあ、それは事前に説明をしてたんだけど、帰ってくるときにすごかったんですよ。あの、最高に幸せなとこだった。いい人ばっかりなの。もう、最高、天人常住なんだって。で、親父っぽい人もいるんだよ。お袋っぽい人も。はっきり住む形が親じゃないんだよ。ただ、あ、ここの人親父だなみたいな。でもあんまりいい人になっちゃってて、その生前のその人間臭さないんだよね。もういい子、こんな感じ、いい人。で、ここにずっといた、気持ちいいって言ってたらさ、豊田さんって呼ばれちゃうわけですよ。それで、行きたく帰りたくないとか、なんも、ここにいたいって言ってんのに、こうふーって言って、で、なんかこう扉みたいな、こう遠くこう閉まっていっちゃうみたいな。で、あ、帰ってきたんだって。そしたら、後でさ、ちょっとこれ触ってみたら、ここの辺にこのくらいさ、涙の跡があって、人大泣きしてたんでしょ？幸せすぎちゃって。で、看護さんに、で、帰ってた時、看護さんに、気持ちいいとこでしたって言ったけど、まあ、全然相手にしてもらえませんでしたけどね。シャッ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 と仕事だけで。いやー、よく聞くんだよ。でも全身麻酔から帰ってくるとき、だって暴言吐くってよく言うんだよ。あの、割と多い確率で言う、人格変わっちゃうっていうかね、ある一時期。なんか名前もついてるらしいよね。蘇生するときのなんとか症状みたいな。それはね、あのそれを知ってる人に聞いたらね、あのすごいもの見ちゃうんだって、やっぱり血の海とか、だからさ、それでますます感じたもんね。だからやっぱりあの本当の正しい新人お題目を唱えていく人間たちは相当な確率でそういう世界に気持ちいい超弱高度っていうね世界に行けるんだなって、それのこう逆回しした感じじゃないですか。行くときはもう一瞬で行くからね、もういや麻酔入れますよってもう意識なくなるよね。ゆっくり行かないよな、あれ。で、帰ってくるとき、まあそんなことあると思わなかったけどさ、ただその逆バージョンじゃん。普通だったら行くときにきっとああいう感じの中からこうその先々へね、でもここあっこだったら行きたいよ。で、帰ってきてみて、本当にこう知恵才覚の新人だったんだなって、もうただただね、ご本尊様もうご慈悲のもう大宇宙なんだって、それでお題目唱えりゃいいんだよ、死の子の言ってないで、もう大慈悲なんだって。しかも三世十方の仏菩薩様が、だこの世の善なるものが全部集まってるのはご本尊様の世界で、そ実はそうじゃないですか。悪めの人いないじゃん。台場だっただってみんなほら本地の台場だったになってんだから、みんな岸本人もみんな本能の尊業を表すっていう、本当の尊業を表したところの十回ゴムだから、そこへ入っていくんだもん。で、中央に大乗にクローン患者の仏様が高校といらっしゃるって。今回はまあ俺それは昔頂戴中に感じたことあるんだよね。あ、まさに国営だなって、生きてましまして、その国営の儀式をそのまんまずっとこの粛々と壮大なスケールでこの続けてるんですよ。それがあのその中に自分もこの小さい点としているんだよね。広大なその壮大なドラマの中っていうのは昔ね、本当に入信して3、4年の頃ですよ。でも今回は そういう感じじゃなかったけど、もっと手前だったと思うんだけどね、その天人様が みんなニコ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 してるわけですよ。でも何でも許してくれるっていうか、全部包み込んでくださって、何でももういいんだよっていう、そういう本当に安心するこう
決まるところがないっていうかな、針のままあのままそんなまあ、こう感動で帰ってきてさ、でまあもうしばらくはそのもう病室で大石寺の方向かって懇悔するたびに泣いてましたよ、もう感動しちゃって。まだ残ってたからね、今もだいぶこう語りはするけどだいぶ実感体感は抜けちゃったけど、でそうしてみるとさ、それまでの新人ってやっぱ頭くせえってかな、もう頭だけの新人だったなと思って、もうね全身でね仏様の中でこうご慈悲の塊だ、ご慈悲の世界なんだって思って、素直にご慈悲の塊である南無法蓮華経って唱えさせてもらえれば、もうそれでいいってことなんだよ。もうそれで全てはもういただける。他人に説明するときとかさ、必要だから教学はそこそこにまあしなきゃいかんけど、教学で入って絶対いかないってことは。斜陽仏ですら真の魅力、真によって才覚ではなく、ただただ信じて法華経に入っていったっていう、いうことのほんの少しね、自分はやっぱりそういう気が強いなってもううんと反省して帰ってきたよね。あとお経もね、どうのこうのじゃねえんだと、もう仏様の世界なんだこれと思って唱えりゃいいんだよね、そんな二次仏もどういう意味なんだみたいな、お前そんな意味なんだ、意味を教えようと思って仏様は仏教を説いたんじゃないわけだよ。読んで言葉にするって、それでいいんだよ、外人だって同じ発音してんだから全然わかんねえじゃん。だから仏様の世界をここに表してくださってるんだって思って素直に、特に字掛けがすごいよね、まあ多少意味も感じるんだ、さもう仏の世界がそのまんま解かれてる、ね、ガーシー道安の天人成就とか大火焼生寺じゃないですか、このみんな中がこの炎でこのむせび返ってるようなね、そういう時であっても我が道は安穏であり天人成就なんで恩人聖道閣でって、つまり全く成就不動だよって言ってるんですよね、ご本尊様じゃないですか、生きても死んでもその成就不動のその上楽下乗の成就発行度のその世界の中へ我々が生きてる時は権業正代釈仏によってその境界を監督させていただく、常にこの仏と共に成就発行度の仏様と共に仏様に支えられて仏様に包まれて日々行に励ましていただいてると、死ぬなら死ぬでそのまんまそのふわーっていうその成就発行度の世界に、つまりご本尊様の胸中に入っていってしばらく休んでくるわけですよ。はぁ、気持ちいいって仏様の慈悲に包まれて、さんさんとこの注がれて、それをずっと繰り返すってことなんだよね。でまたそのふっと蘇生したみたいにふっと赤ちゃんになって生まれてきちゃうわけですよ。そして必ずこの法華経を何らかの形で広める子に、どんな因縁であるだよ、邪教の家に生まれようが、それがその人の持つ眼見恩王として主情を救うために、何もそのいいとこいいとこに生まれてくるってわけでもないと思うんだよね。大勢の主情を救うためにその適材なところを出てくる、そうして大釈仏を展開して、またはぁ生きてて気持ちいいっつって、死んでも気持ちいいっていうところが、それが悟れればもう完全に死の苦を突き抜けるってことじゃないですか、三世にわたって。それがだから不老不死の境界ですよ。現れんことおのおのご覧せよって、死なないんじゃないんだよ。生死は仏様も肉体が滅するがごとく、我々も肉体滅し、寿命棒にかかっている通りだよ。方便元涅槃を減ずるわけだよね、方便として涅槃を減ずる。しかして命はこの両受線において常住死説法だから、我々のそこに連なって命はずっとそこで常住なんだ。そういう世界が本当にあるんだと、観念でもなければ作り事でもなければおとぎ話でもなければ、でもそれはこのさっきの言おうとした御所の最後にあるけど、このようなめでたきところにはその信心が弱ければいけないんだよって書いてあるよね。仏様大世代よね、やっぱり信心の強い励んでいかなければそういうめでたいところには情弱行動っていうところに
やっとやってよかったっていう意味があって、おしょっぽって、これ方言でおしょっぽったんですね。おる。おしょっぽったんだなって。まあ、で、おったわけの時やっぱり同じですよ。なんでかなって、これふっと思っちゃいますよね。こんな大事な時に、時間もいろいろ費やせなきゃいけないしさ。まあ、意味があって起きてることはわかるけども、でも、まあ、ちょっと切ないことだなって。でも、ああ、この体験させてもらえるんだったら、このぐらい何よって。こんなでかいね、内臓出したり入れたりしなきゃいけない手術じゃないんだから、うん、このぐらいのことで呼吸止めるぐらいの全身麻酔してもらって、本当にありがとうございましたってことですよ。こんなことで呼吸止めるのかって最初思ったもんね。局部麻酔できっとワイヤーがなんかをこうチューと通して湯がいてくるぐらいの手術かと思ってたら、そういう、まあ、きっと術式だったんでしょうね。そのこの場合は呼吸、そう深い麻酔入れるんだっていう。いやもう一回始まりたいですよ。